はい、どうも母ちゃんです。前回に引き続きですね、ブルベ SR 達成ということでですね、浦和店のスタッフの増田くんにですね来てもらってですね、ここに置いてあるようにグストのバイクですね、こちらちょっとブルベで実際使ったバイクなんですけど、こちらのね、あのロングライドを走るために必要な装備だったりとか、工夫だったりとか、ちょっとしたね小技に迫っていこうという感じで、今回そういった感じでお届けしたいと思います。浦和店スタッフの増田です。よろしくお願いします。好きな食べ物は何ですか？鶏胸肉。わかりやすい男だな。今ちょっとパワーって言おうと思ったんですけど、言えなかった。言えなかった。はい。はい。まあ、後で。富士ヒルでもおなじみのね、増田くんがですね、SR 取ったということで、まずですね、バイク、これをちょっとね、紹介していただこうと思います。モデルとか、ちょっと工夫、こういったのあるよっていうのをちょっとご案内いただければと思います。はい、ありました。まずモデルはグストっていうメーカーの RCR チームリミテッドのデューローのモデルですね。富士ヒルで使ったバイクとはまた違う、また違う、違う方です ね。こっち側に黒があって、富士ヒルで使った方は多分こっち側全部ほぼ金色だったと思うんですけど、はいはい、じゃあちょっと違うんです。トップチューブの形とかで全然違ってくるんで、なんかサイズエリアの間違い探しみたいなね。まあこっちの方が全然ロングライド向きっていうフレーム設計になってるんで、まあこっちをブルベ仕様っていう感じで使ってます。バイク自体は富士ヒルで使ったバイク、はい、あれはクライミングバイク、あれはそうですね、クライミング兼なんでしょう、オールラウンドみたいな、オールラウンダーなレーサーバイク、はい、でこれはロングライド向けのモデル、そうです、ロング、まあ、こっちもオールラウンドって言ったらそうなんですけど、あ、そう、まあ、グストのチームで、うん、クライム担当の人が富士ヒルので使ってたレンジャーの方を使ってる感じなんですけど、うんうん、まあ、だから多分どっちもいけるといえばいけるかなっていう、極端なロングライド向けではないという、うん、まあ、そうですね。このバイクまず気に入ってるところとか、まあ、気に入ってるところもうとにかく乗り心地がいいっていうのと、あ、はいはい、あとこの弓なり形状のこのジオメトリというか、うん、この見てくれがもうとにかくかっこいいから、かっこいいね、まあ、すごい気に入ってます。で乗り心地がすごくいい、うん、まあ、ロングライド向けバイクっていうのは各メーカーいろいろ出してて、ビアンキだったらインフィニートとか、スペシャライズだったらルーベとか、まあ、いわゆるそういった感じのチョイスになっているわけですが、バイクに関しては、リムブレーキ、ディスクブレーキじゃないね。そうですね。で、ホイール一応カーボン入ってるけど、これは普段、まあ、普段はゾンダの 17C を使ってます。使って走ってる。今ちょっと、まあ、倒しちゃったってわけじゃないです。ちょっとぶつけてしまってゾンダが不具合があるんで、ある、ね、まあ、ちょっと入院して、まあ、入院って言っても自分の家なんですけど、ちょっとまあ、はい、ホイールに不具合があるということで、不具合があるのでちょっと今日はカーボンホイールは履いてるけど、確か日本縦断でもそうだし、はい、ブルベ走るときはゾンダ、そうですね、ゾンダで走ってます。ゾンダは僕もおすすめで、あれすごい走りやすいし、スピードの伸びがいいよね。そうですね、もうすごい安定感もありますし、うんうん、まあ、何より、まあ、これちょっと重たいんですよ。 1750g ぐらいなんですけど、はい、ゾンダが1580とかなんで 200g ぐらい軽くて、そう、まあ、こっちの方が全然平坦とかは早いんですけれども、うんうん、まあ、総合的にこう山とかも考えると、やっぱりゾンダ 17C の方がオールラウンドに使えるかな。カーボンクリンチャーって意外と重たいんですよね。これはやっぱカーボンホイール、カーボンに変わる軽いみたいな認識持たれる方多いんですけど、実際のところ出来のいいアルミホイールの方が調子良かったりする。カーボンクリンチャーもやっぱり強度だったりとか、このリムフックとかの強度持たせたりとか、あと耐熱レジンとかでいろいろやっていくと、結局やっぱ重量的にはやっぱアルミホイールにまだ及んでないものも結構多いということで、やっぱりアルミホイール調子されていいかなと思います。ではちょっと装備についてちょっと具体的にちょっと迫っていきたいと思います。まずバイク編、まずヘッドライトね、でかいライトついてるね。これなんだっけ。そうですね、ボルト1700、1700、はい、明るくて困ることはないかなっていう、まあ確かにそう、はい、これめちゃ明るいよね。2つついてて、うん、正直これ1つついてるだけでも全然見えちゃう、うん、僕とかはね、複数日走って、なおかつその充電できる環境がない時とかはやっぱりこういったのを使い回して、片方死んでも片方使えるとか、なんか同時に照射は常にやってるわけじゃないよね。そうですね、もう片方だけつけといてって感じで、片方はずっと点灯にしてます、はい、200ルーメンで15時間持つんで、まあ、すごいね、ずっとつけといて、まあ、一晩は持つっていう感じですね、うん、これやっぱ林道とか入るとどっちもつけたりするね。そうですね、どっちもつけて、つけもうすごい明るくして走るって走ったりするね。結構ね、ブルベ意地悪なルート多いから林道入ってもう何もない、何もない、もう街灯が何もなくて、サイクリングっていうより肝試しみたいになったりすることがある、うん、サイコンはガーミンかな、これ。そうですね、ガーミンの H830、 これはマップとかもここで見てる。そうですね、もう基本的にはここにマップ入れてこれ通りにって感じです。 Q シートに関しては背中に入れて走ってる。あ、じゃあ常に見て走るわけじゃなくて、 Q シートは分かんない時はこうやって取り出してわーって見る。そうですね、まあ
基本的にはもうガーミン頼りって感じになっちゃってます、はい、まあ確認のために使うぐらい。あ、GoPro ね、GoPro ついてる、そうですね、GoPro ついてる、これ動画撮ってます動画撮ったりしてるね。サドルは TNI TNI ですね。これが一番いい。そうですね、まあ微妙にサドル沼にはまってるといえばまあ否定できないんですけれども、ちょっといいかなって思ったものを、まあ、基本的に長く使ってみて、まあそうですね、今試してる状況みたいなところはあります。結構やっぱりロングライド乗るとお尻痛くなっちゃう方って多いと思うんだけど、実際どうなの、これお尻痛くなったりとか。前セラー SNP 使わせてもらってたんですけど、あ、まあ、多いですね、それやっぱね、うん、それよりかは、まあ、ちょっとこっちの方がいいかなっていう。あ、本当に、まあ、個人的になんですけど、シェラー SMP というとこのねすごい立体的な形状と真ん中がねすごいあのえぐれてるっていうか、あの溝が切ってあって、だからもうお尻痛くなる人とかはそれを使って乗るっていうけど、あれ自体が合う人もいれば合わない人もいるっていうのね、そうだからそういう人はまあ、 あの一般的にロングライド向きじゃないものが合う場合もあるっていう感じですね。あ、オルタロックつけてんの。そうですね、オルタロック、まあこれ基本的にブルベってあんまり荷物持ちたくないんで、はいはいはい、まあ、それで鍵も1キロとかあったりすると、まあ、絶対持ちたくないんで、そういうのは。いや、きついね、はい、なるべく小さめのワイヤーロックだけで走ってたんですけど、はいはい、まあオルタロックさんが出てからもうこれ買うしかないでしょみたいな感じですぐ買って、あの人によっては宿泊したりとか外に泊めて長時間休憩しないといけないと、温泉センターじゃなくて健康センターか、そうですね、とかで休む場合とかはやっぱこういうのあると、やっぱ気にする方は結構安心かなとか思います、うん、で、飲料ちっちゃいね、これ。そうですね、冬に関しましてはそんなに水飲まないんで、ツールボックスこっち側につけて、でこっち側に 550ml のボトルって感じで走ってます。これトピークだね、これ定番っすね。トピークの6リットルバックローダー。あ、6リッター、はい、6リッターで足りちゃう。6リッターを一番こう何でしょう、圧縮絞った状態が僕の400と600の荷物のスタイルですね。じゃあこれ今入ってる荷物って何キロぐらい？あ、もうそれで600はいけます。あ、600キロ走る荷物で大体これだ。はい、大体それちょっと大きくなっちゃってるんですけど、基本的に200とか300に関しましては、うん、このバックローダーじゃなくもうちょっと小さめのトピークのやつを使ってます。200キロだと増田くんだと何時間ぐらい出してる？200キロですと、まあ、13時間半が制限時間で、時間だから、まあ、すごい長い人でも半日で走る、まあ、そうですね、10時間11時間弱とかそれぐらいですね、うん、だから朝6時とかにスタートすると、うん、まあ、夕方の7時ぐらい遅い人でもね、うん、で、まあ、大体増田くんだと4時ぐらいに帰ってきちゃう、まあ、そうですね、夕方には、はい、だから、まあ、その日のうちに帰ってきちゃうから、まあ、こんなにいっぱい荷物は必要ないんですね、うん、でありがちなその認識の間違いなんですけど、大は小を兼ねるって言葉があるじゃないですか。ありますね。そうだけどこのバッグって意外と大は小を兼ねない、うん、あの大きいバッグに少ない荷物だけで走るとどうもね調子悪いよね、うん、そうですね、そう、うん、あのやっぱバランスが良くなかったりとか、これね、あの結構あのベルクロでしっかりついてるけど、うん、中身いっぱい入ってるからしっかりつくんだよな。そうですね、もうだからトピーク、このバックローダー6リットルと10リットル15リットルっていうのがあるんですけど、うん、まあ、僕はちょっと10リットルとかで一番圧縮した状態でもまだちょっとダボついちゃうかなっていう感じだったんで、はいはいはい、まあ、6リットルの状態で一番圧縮した状態っていう。バッグ中に入れる荷物によってちゃんと使い分けるって大事ですね、うん、で、テールライト、これ電池式使ってるね、これね、電池式、まあこれにも結構理由があって、はいはいはい、充電式のものになりますと、うん、基本的にブルベってずっとつけてなきゃいけないんですよ。あの点滅目下でずっと点灯にしてなきゃいけないんで、まあ、それで充電式のものを使ってしまうと、長いものでも20時間ぐらい経つともう消えてしまうっていう感じなんで、そうね、電池式のものなら100時間200時間持つんで、 そうそれで途中で切れちゃってもコンビニとかで普通に変えてしまうんで、うん、そう、あのパナソニックね、これちょうど入ってるけどエボルタね、はいはい、エボルタがね性能いいんですよね、結構の、はい、ず長いことつくから電池で交換できるって結構でかい。USB だと、まあ、最近だとモバイルバッテリー持ってて充電できたりするんですけど、さすがにここの場所にこうやってね、そうですね、充電するのはね、配線してわざわざやるのは、ね、だったらもう電池使っちゃうよね、うん、みたいな感じですね。やっぱりその USB タイプの充電って結構あの明るいし配光すごくいいんだけど、やっぱおおむねこの単三電池より容量少ないんですよね、バッテリー自体がね。やっぱ一晩持たないの結構多いもんね。多いですね。そうそうそう、だからこういうので使う、まあ、電池式でいいよねっていう感じですね。シートポストとかも軽量なものにして、うん、あんまりこうバイク重量が重たくならないようにっていうのを気を使ってます。長距離走る、これのことが起きるかもしれないっていうので、やっぱりどん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 荷物やろうと思えば心配になるとね増えちゃうんですよね、荷物ね。だけど実際使うのってあんまないよね。そうですね、実際使うのってあんまないんで、やっぱりこうウェア類をたくさん持つっていうのは大事かと思うんですけど、工具をたくさん持つとかそういうのはあんまりやってないですね。大体あのトラブルは何に対応できるようになってますか？あ、もうすぐにパンク修理できるようにって感じです ね。パンク以外だとどこまで対応できる、はい、でメカトラブルに関してなんですけど、うん、もうそもそもパンク以外のメカトラブルが起きないようなもう整備をした段階で出発してるんで、それ大事だね、はい、ちゃんと整備するんですね。もう
僕のこうメカトラブルに対する考えなんですけど、出先でよほどのメカトラブルが起きたらもうそれはあの DNF した方がいいかなっていう、まあそうですね、何が何でも乾燥するっていうのでなければもう本当に DNF した方がいいですね、メカトラブルが起きないように、まあ強いて言うならパンクしたらまあ直すかぐらいで、他の何か大きいことがあったら起きないようにまあ最初から事前に整備していくっていうのが僕の走り方。まあパンクはどう気をつけてでもまあ天災みたいなものがあるので、あのやっぱりどうしても起きる。だからパンクで修理する、であのチューブも入れとく、それぐらいかなやっぱり。 あとそうですね、あと気を使ってることといえばそのパンクなんですけれども、チューブ、これクリンチャーなんですけど、クリンチャーのチューブの中にシーラントを入れるっていう方法で、ああはいはいはい、はい、使ってるんで、僕はほぼほぼパンクはしないですね。パンクしないというよりかは、多分してもシーラントが出てきてくれてて、あの、はいはいはい、急な減圧とかがないんで、そのまま走り続けちゃうっていう感じですね。うんうんうん、いや最初からもうシーラント入れるタイプ。そうですね、はい、すごい用心深いね。絶対にあれパンクはさせないぞみたいな感じ。パンク修理したくない今あのパンク修理苦手な方とかはそれでいいかもしれない。それでもパンクすると多分シーラントできて分かるから、うん、あのね、刺してるものとかって抜いて、そうですね、ぐるぐるぐる回してまた空気入れれば走るからみたいなね。 PC とかでちょっと直してっていうのもあります、ね、そういった感じですね。次ちょっとカバンの中見てみようか。はい、はい、ここにちょっとねバイクからもこれ取り外したままですね、まあ圧縮してこういうふうにグイって締めるようにやるとバイクの上で暴れづらいよっていう感じです。ちょっと出してみよう。はい、あ、ドライバックね、ドライバック入ってるね。はい、ライト、ね、これライトのスペアのバッテリーですね。1700のバッテリーです、ね、まあこれ充電ね、たまにしたつもりがねしてなかったりするところに大事、うんうん、はい、これ空気抜け穴がついてるんですね。これだと、ちっちゃく圧縮できる。タオル、タオルです。これベスではない、これただのタオルです。タオル、これはこれ、雨の日なんかを走るときにウェアが濡れることってすごいあるんですけど、まあ、それでなんでしょう、もうウェアが濡れてもう寒くて日中もさっちもいかないみたいな時のために一応保険として持ってますよ、ね、あ、冬用として。アンダーウェアだよね。アンダーウェアです、アンダーウェアだよね。一番下だけ変えるって感じですよね。ああ、なるほど、下だけね、はい、変えるっていう、ね、もう肌に触れてるところだけ変えれば、変えれば、まあ、結構あったかいんで。そうですね、うん、で、まあ、体から熱とかねわーって出るから、うん、まあ、上は乾く、結構サイクルチャージ乾きやすいしね。アイデアですね。これなんだ、軽量輪行袋。え、こんなちっちゃいの、これ。そんなちっちゃいです、はい、金具とかも必要ないんで、アマゾンで軽量輪行袋って調べて、あ、アマゾンで買いました。何でもいいという感じですね。はい、それからモンベル、これも輪行袋。いや、これ輪行袋じゃなくこれがあの装備の中で一番お目玉商品ですね。サイクルドライシェルっていう、はい、まあ、ゴアテックスでできたカッパーなんですけれども、あ、シェイクドライ、ね、シェイクドライ、はい、あ、シェイクドライか、はいはいはい。ゴアテックス生地、水は通さないけど水蒸気は通すっていう生地なんで、はいはい、雨とかで体が濡れることはないんですけど、うん、体から発する蒸気は逃がしてくれるっていうんで、蒸れない、ね、そうですね、蒸れない、全然蒸れないっていうので、あのレインウェアはこれ活用してます。ポイントなのか、これあの普通 そのゴアテックスに比べると薄いんですよ、うん、薄いですね、薄いんで破けやすいって話を聞くんだよ。そうです ね、もうだからザックを背中に背負った状態でこれやるとやられちゃうっていう話聞くけど、うんうん、使った20回もどれもやっぱり何かしら捨てようとかそういうのなしで、うんうん、もうこれを一番外側に切るって感じで、で、はい、ビブをそこからつける。この反射ベストだけはまあ仕方ないんで一番上に来ますけど、うん、まあ反射ベストぐらいだとそんな傷んじゃったりしてはない。そうですね、まあ擦れがちょっと怖いなとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、今のところ全然使えてるんで、はいはいはい、お高いでしょこれ結構。そうですね、僕が買った時は3万円ぐらいだったんで、ね、うん、まあ、正直あんまり破けてほしくないであるんだけどまあ全然、まあ、今のところ大丈夫そうかなっていう感じですね。次なんですけど、これは下のカッパーですね。あ、下大事、はい、これね、下のカッパーで、これ全然ゴアテックスとかじゃなくワークマンで買ってきたやつ。ワークマンで、はいはい、下はこれであんまり苦労したことないかなっていう。これはブルベに限らずなんだけど、なんか雨とか冬のサイクリングね、あのコアを冷やさないっていうのがすごく大事、うん、だからその上はやっぱりある程度こだわった方がいい、その体のね、そうですね、ここが冷えちゃうとなんかもう体調にすごく出ちゃうので、うん、だけど末端ね、あの腕とか足なんかは意外と濡れても冷えても、そうですね、そこまで不調というか支障をきたすことはあんまりないんで、動かしてればある程度熱も発するし、ちゃんと食べてれば大丈夫っていう感じがあるね、うん、なのだけど、まあ、実際濡れちゃうと不快だし、やっぱりあの、うん、ね、水吸っちゃうと大変だから、まあ、こういうの、まあ、一応持ってるって感じ、持ってるって感じですね。こっちが、うん、まあ、普通のウィンドブレーカーですね、モンベルさんの。ウィンドブレーカーも持つ、はいはい、まあ、基本的にこう薄いものを重ね着していくスタイルなんで僕は、はいはいはい、まあ、だからこれを持っといて、うんうん、ちょっと寒かったら着てあげてって感じ
シェイクドライで代用とかはしないんだ。まあ、シェイクドライを着るときは本当に寒いときですね、うんうん、これを下に着てそれでもちょっと耐えられないっていうときは、うん、雨が降ってなくてもシェイクドライ着て、そうですね、ちょっと寒いなぐらいだったらこれを着る。そうですね、で、まあ、さらに寒いなって上着る、うん、そういった感じで雨降ってきたらシェイクドライを着るみたいな、うん、まあ、そういった感じで天候とかコンディションに合わせて衣類を選ぶ、うん、衣類ばっかりだね入ってんのね。そうですね、もう本当に衣類しか、衣類とあとこれと、でもこれ結構大事で、衣類って自然にかさばる、だから大きいバッグが必要、うん、だけど重量的には軽いんだよこれみんなね、うん、重量的に軽いから、だから重さはあんまりない。そう、サドルバッグみたいに、うん、そういうふうに車体のマスとして高いところにつけてバイクを振った時でも影響が出づらいってことですね、うん、補給食ね、突然ここに並んでますけれども、これはサドルバッグの中に入っているものではない。そうですね、背中に入れてるものか、ね、反射ベストのポケットに入れてます。入れてるもの、これ貴重品、これ、ね、財布とかスイカとか、財布と、そうですね、スイカ、これはあのモバイルバッテリーね、はい、これは身につけてんだね、これは。そうですね、はい、まあ、今このままなんですけど、うん、実際はジップロックに入れて濡れないように、背中 の汗とかでもあんまり濡れないように。あ、確かに確かに、背中のバックポケット意外と濡れるんだよね。そうですね、結構、はい、そうそう、濡れるので、あの濡れしちゃまずいものはあのジップロックとかに入れるといいよっていう感じですね。で、羊羹、あ、これ消化いいんだよね、はい、で、黒糖わらび餅、これセブンイレブンで売ってるね、はい、で、メータンツーラン、これは足取り腰だね。これそうですね、足もうちょっと疲れてきたなってなったら食べます。結構どういうタイミングで取ったりする？基本的に僕足つりそうになるのが数百キロ、300キロぐらい走った後の山岳があったりしたらってところなんで、うん、まあ登りが始まる前に食べるみたいな、うん、食べるというか飲む。でも疲労の度合いに合わせて、あ、ちょっとこれはあのきついなって時はもうあらかじめ飲むみたいな。そういうことです。200キロ、300キロに関してはあんまり使わないです、ね、使わないかなっていう感じですね、はい、なんで、まあ、ちょっと総力に合わせてちょっと予防的に飲むっていう感じですね。で、それからハリボーね、はい、ここにある2つのハリボーは完全に僕の好みです、ね、この反射ベスト、右ポケット左ポケットを胸にあるんですけど、まあ、そこにこれ味の違うものを交互に入れることで、うん、まあ、走っててちょっとお腹空いたなってなったら、うん、もぐもぐタイム。あ、なるほど、ハリボーで、糖分補給するという、そういうことです。そういう感じね、まあ、あのハリボーというとね、やっぱ自転車乗ってる方はね、やっぱり記憶に新しいんでね、ベテルザガンがね、こうやってすっごい食べるんだよねあれね。そうそうそう、だから、あ、まあ、これは結構エネルギーちゃんと補給できるし、結構グミってやっぱ口動かすんで眠気も飛ぶんだよね、これね。そうですね、眠気も飛びますし、うん、あとカロリーも微妙に高いんで、うんうん、結構お腹にたまるんで、はい、だから意外と結構あのかさばらないし、食べやすいし、エネルギーも取れるっていうんで、ちょっとまあグミとか持っとくといいかなと思います、うん、まあ、とりあえずこれぐらいですね、僕が持ってるのは、はいはいはい、で、基本的に PC とかで泊まった時に食べるものはおにぎりとかですかね、はいはい、おにぎり 2,3 個食べて、この辺をポケットに入れて、で、次の PC まで持たせて、ちょっとこれも参考にしていただければと思います。というわけでですね、前回今回と2回にわたってお送りいたしました、ブルベ特集ですね、増田くんに来ていただいてですね、彼にですね、あのブルベのいろはのいいどころじゃないな、結構いろいろね、あのご紹介いただいたんで、ちょっとこれからね、あのロングライドとかね、チャレンジする方とかは参考にしていただければいいかなと思います。ブルベなんかはですね、気をつけていただきたいのがね、あくまでも自己完結のね、サイクリングなので、誰も助けてくれないので、基本的に。そうですね、なので、あ、きついな、もうやめたいなってなった時とかも、やっぱ必ず自分でね、家に帰れるような、そしてバッファーというかね、余裕を持ってね、走ってもらうというのが大事なんですけど、まさかちょっと今後の目標とかあるのかな。ブルベって11月から10月までが1年っていう括りなんですけど、そうそうそう、まあ、ブルベでいう今年度に PBP パリブレストパリっていう1200キロブルベがあるんですけど、これはキングオブブルベね、まあ、そうですね、もうブルベの最高峰って言われてるイベントなんで、まあ、それに参加して、まあ、完走したいなとは思ってます。2023年ね、はい、参加したいということで、うん、いやでも今ね、円弱いからさ、行くのすっごいお金かかるよね。まあだからそのためにちょっと今から貯金して、ね、貯金して、はい、いや大変だと思うよね、うん、貯金しつつ、ね、なるべく早くスーパーランドナーまた今年度分を取ってって感じです、うん、そうそう、あのスーパーランドナー取ってないと申し込みできないもんね。そうですね、そうそう、なので、まあ、ちょっとあのもうすでに、2023に向けて走り始めてるという、そういった感じなので、来年は PVP の、ね、模様もねこちらで特集できたらと思いますので、うん、ビジャム TV のね、ブルベシリーズもねぜひ注目いただければ。僕シクロクロスやるんでね、あの増田くんね、あのブルベの方でやっていい。いや、あの川崎さん今後やってくれないですか。いや、さすがに1200はね、なんかね、あのビジョン TV でもね、さすがに日本10代2回もリタイアしてるんで、川崎ゴールできねえのかよみたいな話になって、ね、あのね、いろいろあんだって話なんですよ。
ということなので、まあ、僕もね、ロングライドはね、好きなのでチャレンジしたいと思うんですけど、肩ボリックを起こしながら走るのもね結構辛いですね。まあでもね、 CTL がねお手軽に稼げるっていう走りなんで、ぜひ僕もねチャレンジしたいと思うので、今後もねビチャモブルベシリーズですね、やっていきたいと思いますので、ぜひご注目、5000円ねいただければいいかなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ最後に何か一言、じゃあちょっと一緒にあれやってもらってもいいですか。はい、いきますよ、はい、せーの、パワーはぁーオーケー持ったね最後やった